Thank you.
됐다 이! 슈퍼봄! 하지메리요! 이기마스! 카쿠고세! この 程度 余裕じゃ! 油断大敵ですよ! 逃げるぞ! 逃げなきゃ! 미나!
ダメ。絶対引きましょう。誰に会いに行くのかしら。戦う乙女に重要なのは可憐さだと思うのでござるよ。そうですわね。しかし急になぜそのようなことを。前から考えていたんでござるよ。強さを極めようとすれば女捨ててるみたいに思われてしまうでござる。だからといって外見ばかり気にしていては戦いにおいて全くの役立たずになってしまうでござる。それでは本末転倒ですわね。そこで重要なのが可憐さだと思うのでござるよ。可憐さは必ずしも外見によるものではなく内側からにじみ出るものだと思うのでござる。戦う乙女は強さも娘らしさも両立すべきなのでござる。なるほど。しかし可憐さとはどのように出せばよいのでしょう。そこで考えたのが掛け声でござる。掛け声。攻撃する際にやーんとかあはーんとか可憐な掛け声をつければいいのでござる。一つ質問してもよろしいでしょうか。どうぞ。その掛け声は果たして可憐なのでしょうか。やっぱりダメでござるか。それなら攻撃後の着地を全て内股にするとか。何かが違うような気がしますわ。むしろやめておいた方が良いのでは。そうでござるか。自分でも何かおかしいと思っていたんでござるよ。実践する前でよかったでござる。戦う乙女というのもなかなか難しいものですわね。何話してるのかよく聞こえないけど、きっとすごく重要なことを話してるんだろうな。邪魔しないでおこう。いただいてよろしいのですか。とても素敵なパンツですね。この街は面白いところですわね。人間とモンスター娘が手を取り合って暮らしているなんて。うん、世界中でこれが普通になるといいんだけどな。こんなに大勢の人間がいるところをこの街に来るまで見たことがありませんでした。あと人間の子供も初めて見ましたわ。可愛いですわね。そっか、ダンジョンなんかに子供なんて来ないもんな。さっき宿の前でたくさんの子供が遊んでいましたわ。あんなに大勢いたらきっとコウノトリも大忙しだったでしょうね。うん。え？今なんて？ですからコウノトリも大忙しだったでしょうねと。ほら、赤ちゃんはコウノトリが運んできますでしょ。うそー、本気で信じてる人初めて見た。しっかりしてそうなのに意外なところで常識知らないんだな。でも私コウノトリが赤ちゃんを運んでいるところを一度も見たことがないんです。一度でいいから見てみたいですわ。いつか見られるといいな。ええ、楽しみですわ。
あら、イオ。ちょうどお茶会をしようとしていましたの。ご一緒にいかがです？私たちと同席することを特別に許してあげるわ。感謝することね。お茶会って、君その仮面つけたままで？お茶をいただくときは外されますわよね。私はこのままで大丈夫よ。頑張れば飲めるわ。ですが、せっかくのお茶会なのにあなたの顔が見られないのは寂しいですわ。仮面をお外しになりません？いや、だから私はいいわよ。そうですか。あ、もう分かったわよ。分かったからそんな傷ついたような目で見るんじゃないわよ。まあ嬉しいですわ。すごい、控えめなのに推しが強い。これでいいんでしょ。ああ、やはりお顔が見える方が素敵ですわ。こんなに綺麗なお顔を隠すなんてもったいないですわよ。そんなの私の勝手でしょ。そうですわね。私が口出しして良い問題ではないのですね。ごめんなさい。何よ。そんな寂しそうな顔を。別に お前に口出しするなとまでは言ってないし。本当ですか？またこれからも仮面を外してくださいます？まあ、お前がどうしてもと言うなら。よかった、嬉しいですわ。案外君みたいなのが最強なのかもしれないな。どういう意味ですの？うん、なんとなくそう思った。何をする？また来てね。この調子でいこう。絶対逃げよう。後ろが逃げ遅れるなよ。後ろが逃げましょう。油断大敵ですよ。逃げるぞ。頑張れ。